こんにちは、みゆです。お久しぶりです。森です。いよいよ来ました、百切り本番。ついに。そうで、会場がちょっと場所変わっちゃって、茨城県の浅見ゴルフクラブさんにちょっとお邪魔してます。まあ、ちょっとガチで行くと、あのコースも変わっちゃったからちょっときついかなと思って、グリーンはワングリップ OK にします。隣にいる森大先生、森ちゃん、そう、今日はその森ちゃんがもうみゆちゃんを操って、あのもう百切り導くというレッスンはやんないで、あくまでもマネジメントってところでお手伝いをしてもらって、百切りできたらなっていう感じです。お願いします。お願いします。297ヤードパー4です。これは、はい、メーターが左から右に来てるので、はい、まあ、左側狙いはマストよね。右の林も近いんで、左ラフ方向ぐらいで大丈夫かな。例えばもっと左ってそっちの木の方向行っても、行けば行くだけ傾斜が強くなるから、多分こっちに落ちてくる可能性が高くなるっていう意味で、はい、左ラフ方向。前の組のパート、そうぐらいのところが一番理想。かしこまりました。あれでも若干左行っても全然大丈夫とか。うん、わかりました。ちょい左狙ってもらいます。ちょっとペンプラペンしたけど、ちょっと落ちてきたでしょ。はい、 OKOKOK 傾斜があるから、そうもうフェースに当たってるだけいいよ。今までいろんなこと教えてもらってて、最終日にフェースに当たってればいいですって。やばくない？うん、オッケー、いけいけいけ、いいのいいのよ。はい、マハザードの117打ち上げ入れて、UTT ストレス少ないわね。どこ行ったの？そんな絶好のチャンスありますか？って言うとなんか気合入っちゃうかな。いいよ、くるくるくるっていう、なんか近づけてもらえれば。かしこまりました。うん、ボイス、うん、ナイス、うん、上手、ありがとうございます。イエーイ、ナイス。よかったよかった。よしよし、いいぞ。今一つか。でも今の打ち方もう一回やれば。はい、OK、 ファイブオンです。このぐらいかな。お、うん、ナイス。2パート7回です。はい、ずっとり7、そう。ずっとり。うわ、これはよろしくないです。いや、本当ですね。あ、こっちまで来た方がいいの。で、そこのちょっと木の手前に見るちょこっと、あれが多分池、はい、で、あれがグリーンだから、ってことはカートミスと旗の間ぐらいね、狙う方向として。うん、はい、旗に見ても大丈夫だと思って。よし、木の方向、木って、あのごめんね、その正面の旗の奥の、あの緑色のあれだって。そう、暑いか。木いっぱいあるやん。旗の途中、あー、はい。もう5ホール目なんで、石野さんもう勘弁してくれ。ちょっとの歩み寄りだと思うんですよ、あと。いや、私の。いやいやいや、リラックスして、リラックスして、よし。そっちか、頑張れ。降りてこい、こいもっと。あ、うん、ちょっと待ったか。まあ、いいでしょう。はい。つま先上がりだから、次ほら、左に行きやすいってことでしょ。今度は池には入りにくいやつだから。うん。ないです。はい。この7番で構えてみてもらって。はい。こんな感じですね。
大丈夫そうですけど、うん、いいよ真ん中狙っててもらって大丈夫です。はい、うん、いいよ。はい、予定通りコロコロいった。あ、結構いってる、結構いってる、うん、いってるいってる。おー、ナイスナイスナイス、いいねいいね、ありがとうございます。寝てて、はい、まあ、真ん中そんなに言うことないから、別に右行ったとこでさっきみたいになるだけだし、特にそんな気にすることないわ。はい、おー、ナイスナイス、素晴らしい。お、結構行ってるね。いったいったいった、おー、戻ってきた、戻ってきた、戻ってきた、およしよし、稼げたぞ。はい、稼げたぞ、稼げたぞ。寝てきてやっかいのがあるといいですね。うん、いいよ、いけ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 、行ってしまえ。もう一声だった。でもまあ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 、いいんじゃない、いいんじゃない。うん、さっきぐらいのアプローチを待ってみて。はい、すごいいい感じよ。ジュールかな。あとはでもいいんだけど、全然。そう、パターできます。はい。いいじゃん。いいじゃん、はい。ナイスナイス。ゴミとゴミの間ぐらい。ちょっと土焼きでいくから。合わせるならこの。うん、はい。うわー。オッケー。いいライン乗ってた今。はい。ダイブオン2バット7回です。また？ダボだよ。あ、そっか。6番ホール。はい。307ヤードパー4です。はい。はい、あの右のバンカーまでは109ヤード、ちょっと上げてるんで200ヤード以上飛ばないと飛ばないから全然大丈夫。はい、ただ、あそこの手前に行っちゃうとバンカー越えのセカンドになっちゃうから、まあ、できれば旗よりも左側っていう感じ。旗よりも左側。うん。おっけー。はい、ナイス。大丈夫。ありがとうございます。いいじゃん。ナイス。はい。QTT で、左のバンカー方向で、左のバンカー。行きます。左バンカー手前縁まで130あって、アゲンストだから絶対届かないから、はい、で、ちょっとそこで右でこう、それてって、なんかいい感じのところで止まるかなっていう感じ。なんかピンの方向を狙ってて、右それてったら、右に手前のバンカーに入っちゃうかなと思ったら、左のバンカー方向で、左のバンカー方向。QTT で行きます。はい。うん。いいよ、いい感じ。いいよ、いい、コースなり。予定通りやん。はい、いいよ。おいい感じ。いいですね。すごい。予定通り、予定通り。道なりでした。だんだんあれですね。何でしたね。この二人のあれが合ってきました。合ってきました。ちょうどピンまで50なんだけど、なんだけど。うん、はい。できれば上りのライン残しておいてあげた方がさ、こうあまり怖がらずにパターン打てるかなと思ったんだけど、そんな際ことあっても当然ですから50じゃん、50と。はい、こっちから見るとゆんちゃんの場合はバンカー気になっちゃうのかな、気になる。あ、気になります。流れ的に、お、気になりませんじゃねえのかい。気になるよね、気になるよね。でも今の感じ、ピンの右側であれば上りのライン残るっぽいから、ピンの右。そうそうそう。こっちですね。そう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 。だから、なんていうの、どっち方向っていうと、奥のあのなんか丸い、はいはい、あるよね。3本ちょっと枯れちゃってるのあるよね。第2番のさ、あっちぐらいの方が全然大丈夫。50ヤード。50。ピッチング。です。ピッチングフルで50だっけ、違うよね、短く握ってとかって言ってなかった。そうです、そうだよね、サンドだったら分かるんです。 OK、 短く握って、いいよ、
うん、待って。いいじゃん、ナイス。はい、うまい。これうまいよ。ありがとうございます。そう、まあ、下りちょっと見てっていう感じ。こっちだから、こうやってたやんか。はい、この辺だ。ちょっとこの足がしないで通してってた、うん、はい。すごいね。すごい。カバ外さないでやんか。お前いいよ。はい。オッケー。オッケー。ジャッジ。ああ、なんか自分のことで譲ってくるほど。まあ、そういう時もありますよ。おしおし。はい。でもナイスパットだったね、最初。すごいね、よく、うん。ナイス、ナイス。私はもう方角を、方角。言われた方角に打った。ああ、やっぱり、性的すぎる。はい、じゃあ、前半の中盤。はい。4、5、6、終わりまして。はい。あ、さっきのホールっていくつだったっけ？さっき7です。7、どうすか？今ほら森先生いないから。そうですか。本音はでもさ、森先生いいよね。めっちゃいいです。パターとかすげえ助かってる感じ。本当ですね。方向か、うん、分からないので、うん、こっち打ってっていうところに打つと本当にそれなりのところ行くんで、ね、すごいですね。パターはちょっとあれに今日頼りにして。そうですね、少しずつパターも感覚が戻ってきてるような気がするので、最初よりかは後半良くなるといいですね。まだ前半途中だから。前半の後半。うん、そうですか。良くなるといいんですけど。うん。